ルーン文字。ルーン文字は、ゲルマン人がゲルマン諸語の表記に用いた古い文字体系であり、音差文字の一種である。成立時期は不明であるが、確認されている最初期のルーン名文は2世紀あるは3世紀頃のものである。ラテン文字にとって変わられて使用されなくなったが、スカンディナビアでは中世後期まで用いられた。一部の地域では、ルーンの知識は初期近代まで民間に残存していた。 ルーン、ルーンという名称の語源としては、秘密を意味する、コート語のが挙げられる、CF 古英語、コノルド語。ルーン文字は、呪術や儀式に用いられた神秘的な文字と紹介されることもあるが、実際には、日常の目的で使われており、ルーン文字で記された書簡や、ニフラなども、多数残されている。呪術にも用いられていたが、それが、盛んに行われるようになったのは、 むしろラテン文字が普及し、ルーン文字が古めかしくいかにも神秘的に感じられるようになった時代に入ってからである。一世紀頃にギリシア文字やラテン文字、北イタリア文字などを参考に、ゲルマン語の発音体系に合うよう改変して成立したものと推測されている。ルーン文字の起源説としては、学者の間では北イタリア説が最も有力である。 世界最古のルーン文字は北、ドイツで出土した一世紀の遺物のブローチに彫られたものであると言われている。その他にはブラクテアートと呼ばれる薄い黄金製の円盤にルーン文字を刻んだものが数発見され、古歩を兼ねた装飾品として扱われていた。個々の文字をルーンと呼び、ルーン文字のアルファベットを初めの6つのルーンからフサルクと呼ぶ。このうち第三ルーンは ソーンと呼ばれ、現代でもアイスランド語で使われている。本来、木片などにナイフで刻みつけて表記していた。そのため、決めと紛れて読みにくくなりがちな応戦が避けられ、縦の長い線と斜めの短い線とを組み合わせた字型になっている。以下に、まずゲルマン共通ルームの字型を画像で示す。次に、それぞれの文字の一般に行われているラテン文字への転写。 推定されている名称と推定されている字型の由来を示す。この字型はあくまでも一例である。実際の文字では、上記のものが裏返しになっていたり、上下逆になっていたりしたものもある。名称は、ゲルマン共通記号の再検形。実際にどこかに記録されていったものではなく、あくまでも、比較言語学上で推定されたものなので、史実とは異なる可能性もある。 発音も同様なので、あくまでも近日と理解されたい。8世紀頃まで、ゲルマン古典全域で使用された、いかにまず、表によって、各文字のラテン文字、転写、名称と意味、表しうる発音を示す。アザ型はいくつかあるので、それぞれの項目ごとに、画像で示す。8世紀頃より北欧を中心に使用され始めた、ルーン文字。 いくつかの字体があるが、特に以下に挙げる長枝ルーンと単枝ルーンが広く用いられた。特徴として、文字数がゲルマン人共通ルーンの24文字から16文字に減少したことが挙げられる。この時期のコノルド語が音音韻変化により音の数を大幅に増やしたことに反する。この減少のため、一つの文字でいくつもの音を表すことになった。 綴り方の特徴としては他に、重視意味や動詞の詞意に続く微音が省略されることが挙げられる。例えば、王を意味するコンガーは、王の代わりに、U を、G の代わりに、K を用い、G の前の N を省略して、クニクア、または、ガンクのように綴られた。同様に、王公、君主を意味するドラオーディンは、トルートンのように綴られた。デンマーク型ルーンとも言われるが、 実際にはそれ以外の場所でも用いられた、ルーン文字の解書体と言える。スウェーデン・のルウェー型ルーンとも呼ばれるが、それ以外の場所でも用いられた、長いダルーンの画数を省略したもので、ルーン文字の行書体と言える。ルーン文字の草書体と言える。左側にある長い線を省略し、画数を減らしたもの、10世紀から11世紀頃のスウェーデンで使用された。 5世紀頃から始まりフリースラントやイングランドで使用されたもの。9世紀頃から捨てれ始め、11世紀中には使用されなくなった。ゲルマン共通ルーンを元にしつつも、A、O の文字が区別されるなど、声語やコフリジア語の音をより正確に表記、できるように文字が追加されている。ルーン文字を刻んだ石、木、金属、ガラスなどを使用して占う。 占い方法は古来からすべてのルーンを投げてから一つ拾うキャスティングという方法があるが現在ではすべてのルーンを袋の中に入れ質問を念じながら手を入れ一つつかみ出したルーン文字を回答とする方法が一般的であるその他昨今は紙に印刷されたルーンカードを使用する場合も多いユニコード3.0において以下の文字が収録された楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。